今日もですね、動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、ちょっとですね、筋トレの話をねしたいと思うんですけど、筋トレの時間帯をね、よくね、夜とかいつやればいい、朝とかいつやればいいんですかっていう話なんですけど、皆さんはね、筋トレする時ってその時間帯前で構ってらんないよっていう話に、ね、なる方もねいらっしゃると思うんですけど、結構ですね、僕の経験から言ってですね、あんまりですね、夜寝る前にですね、激しい筋トレやるとですね、僕の体験からなんですけど、交感神経がね、こう優位になって、夜ですね、なんかこう眠りがなんか寝つけないっていう方も、ね、いるんじゃないかなと思って、あんまりですね、その夜寝る前の30分前とか何かに、ちょっとね、激しいこう筋トレみたいのはやめといた方がいいんじゃないかなって思います。で、確かに夜こう筋トレね、寝る前じゃなくてもうちょっと早い時間、2時間前とかに筋トレをやると、筋肉がその寝てる時とかでね、こう筋肉がこう発達っていうか、すごく筋肉つきやすいとか言いますけれど、ただまあ、その例えば6時とか4時とか4時とか夕方あたりが一番筋トレをするには、ね、最適だって言われてるんですけど、ただそれを例えば仕事をしてる人間がですね、そんなにですね、夕方あたりから筋トレできるかというとなかなかできないんで、まあ夜ね、軽めのこうストレッチとかやるとよく眠れるんですけど、筋トレやるんだったらちょっと朝でも、朝って言ってもそんなにですね、激しい、まあ徐々にですね、朝起きるとこう体がね、肩がこわばってますんで、少し徐々にこう柔らかくしながら、筋トレするような、いつも僕は動画でね、載せてるような筋トレの方法とかはすごくいいと思います。いきなり朝起きた途端にね、急にこう動き出して筋トレしちゃったら結構ね、血圧がバッと上がっちゃったりするので、まあ負荷はかけつつ体をほぐしつつというのが、ね、いいと思いますので、ぜひですね、あんまりね無理しないようにしながらちょっとやってみてください。で、食事一番重要なのは食、お腹空いてる時とか、あと、食事してすぐ筋トレするとかね、そういうのはあんまりやめといた方がいいと